それでは今回もコールオブデューティーブラックオプス4やっていくんですけども、今回 AR で唯一のサプレッサー、まあ他にもいろいろと武器があるんですけども、とりあえずまあベータ初日の、マックスレベルの25レベルまで、アンロックできるアサルトライフルの中で唯一つけれるサプレッサーのこちらの、KN57、はい、他のランパートと、ICR は AP 弾がつけれますね。 AP 弾と大口径がつけれるという形なんですけども、まあ、こちらの KN に関してはラピッドファイアとサプレッサーがつけれるということで、ちょっとまあ他にはないカスタムでね、今回しっかりとやっていこうかなと思うんですけども、まあちょっと今回は、ゴーストサプレッサーがね、ちょっとまあ今回はあんまり胸を張ってできるような実況ではないんですけども、あえて使っていこうかなと思います。まあ、毎作毎作ちょっと紹介させていただいてるんですけども、まあ、ワールドウォー2に関してのゴーサップはそんなに強くなかったですね。まあ、なんだかんだ後半サプレッサーどの SMG にもつけれるようになって取り外し可能になったんですけども、まあ、正直誰もゴーサップ使ってなかったっていうのが、ぶっちゃけた感想ですね。むしろそれよりもなんか SR 使ったりだとか、あと定点 LMG の方が多かったってイメージなんで、 SMG とのサプレッサーのゴーサップっていうのはあんまり目立たなかったんですけども、トレイアークのゴーサップって結構まあ臭いんですよね。まあよくあったのはクダサプですよね。 BO3 で言ったらクダサプだとか VMP サプレッサーのゴーサプだとか、そこいらあたりが非常にまあ強かったんですけども、今作は果たして、こちらの KN、どうなんでしょうか。とりあえずまあ裏取りができるこちらのルイン先輩も使いながらやっていくんですけども、これね勝手に選ばれるから本当腹立つよね。開幕速攻キャラクター変えたら、あのキャラクターのアビリティがね、サブアビリティが使える状態で解放されるんですけども、ちょっとまあ運悪ければ全然使えないということで、よいしょ、は外れた、よいしょ、ギュイーン、まあ、ちょっと音が出ちゃうんであれなんですけども、サプレッサーとしてのこの俊敏性は、うん、マックスハードなんで、ウィーイ、オッケー、いいね、1キルで多分そこの下いるよね。さあさあさあ、ちょっとリス狩りもさせていただいて、ゴーサップ楽しい。まああんまりちょっと実況中にやっちゃダメなんだけど、まああえてね、今回はちょっとまあ今回はあえてね、どれぐらい強いのかっていうのをこちらのロビーで検証したいんですけども、ゴーサップ絶対強いよね。こんだけさ、マップが混雑、してればだいぶ強いはずなんですけども、だから今作ってまあ、あの結構こう索敵系のレーダー系のスペシャリストが強いんで、なんかあの結構1バレしてるようなイメージなんですけども、これをつけることによってもバリバリね、こういう形で裏取りが取れるということで、はい、やっていきましょうか。さあさあ、味方がそこでなんか焚いてくれてて、これが結構強いですよね。これちょっとセンターから行くの怖いんだけど大丈夫かな。よいしょ、右大丈夫、はい、こっち入って、裏取り強え、グラップルゴーサップ新しいな、なんかね、ブーストゴーサップではなくて弾切れたところ行きますよ、行く行く、ほっ、いいですね。でリロードして、グラップルとサプレッサーのこの俊敏性が組み合わさればかなり強いんじゃないかなって思うんですが、行ったふりしてナイスキル。でもう一人顔出してくれないか、来たね、お疲れ様です、いいですね。で右から来るのかな、てかサプレッサーがね、あの射程距離1しか減らないんで、まあ、今作のサプレッサー多分そこそこ強いはずなんですよ。いた、こんにちは。そう、今作普通にゴーサプが強いと思うんで、あの射程距離が長い系の ICR とかあるじゃないですか、あそこら辺の多分相性がかなり強くなってくるのかなと思います。だからそもそもなんか AR でその遠距離バンバン抜くような場面っていうのはそこまでこう起こり得ないんで、うん、結構理にかなってるというか、サプレッサーのそのデメリットがあんまりなくなってくるのかなというのは個人的には思いますね。左リスポーンしてんね、いるいるいる、うんー、とりあえずここ抜くじゃん。でわっ、やばそう、ふっ、んー、ちょっと2人目来た時にちょっと戸惑うな。本当はサブアビリティとかでグレネードだとかアックスがあればもうちょっと変わってくると思うんですけども、危ない、ナイス EM。 さあさあ、クイドロつけてる恩恵が出てきました。ここいるあたりウィーンっていって、この右クリアリング、いた、こんにちは、んー、ナイスダブルキル、おいしい、いいね。これサプレッサー関係なくね、ね、これもサプレッサー関係ないよ、普通になんかルインとしていい立ち回りをしちゃってるよ。まあただやっぱりこのサプレッサーの隠密性っていうのが多少こう関係してくるのかなっていうのは思いますけどね。あ、いた、どうしようかな、それこっから顔出せ、どうしようかな、これ水中からさ裏取りとか結構極悪じゃない、水中から、イエーガー、ほっ、そこです、ドーン、トリプルキル、おいしい、からのクワッドフィードはないか、惜しいね。さっきの良くなかったね、ゴーサップ関係ないんだけど、普通にまあルインとしてまあ使いこなしたって感じなんだけど、これさ、ゴイゴイと詰めていって大丈夫かな。一応ラピパスいてる AR だから立ち回れないことはないと思うんだけど、いた、いや大丈夫、それカバーするよ、最悪、ほ、回復してリロードして、いた、こんにちは、うん、いいエイム、お疲れ様でした。ちょっと一回逃げようか、これヘルスがない、来て詰めてきてんね、ほっ、んー、この定点、おいしい。こういう立ち回りをしないと、ちょっと AR は厳しいんで、臭い立ち回りしていくんですけども、まあ一応理にはかなってるんで、まあぜひぜひ真似してほしい立ち回りですね、この、一回やったら引くみたいな。右いるね。とりあえずこれ、どうしようかな。映ってるんだよな、そこ。大丈夫。ほっ、ジャンプ打ち、おいしい。ヘルスは大丈夫だから、このままゴイゴイと行きた、あー、それ臭い、危ない。いいエイム。で、後ろから来てんね、これ。行ったふりして、戻っていくさーい。おいしい。強い。この戻っていくサイルがマジで強い。ここいらあたりで詰めて、いないね。ヘルスも使っていきましょうか。あっちの方のリスポーンであればかなり刺さると思うんで、てい、一
1キルか。 R6C ここいらあたりの初期位置出していきましょうか。手前じゃない、先端いんね。ほっ、よいしょ、大マシン早めにカット。美味しい。いいね。スペシャリストカットはなかなかでかい。まあ、やっぱ敵のスペシャリストを早く狩るっていうのが結構重要なことだと思うんですが。さあさあ、ちょっとグラビティスパイク溜まったんで、ここいらあたりでかましていきたいんですが、大丈夫？いるね、ここ。ほ、吐いて、行きますよ。行く行く。はっ！ふん。ほっ、登りたい。いや、登れないっていうか、登らなくてよかった。ちょっとまだグラップル使い慣れてないんであれなんですけども。絶対これ裏取りが、ゴーストの裏取りが刺さるルインなんで。ぜひぜひ使ってほしいですけど、負けそうだな。大丈夫これ。これワンチャン逆転のグラビティスパイクあるんじゃない？あの奥絶対いるよね。敵をマークする。敵マークしてくれてる。後ろこれ。後ろ。はぁ！よいしょ、グラビティ。からの、そっち抜くじゃん。オッケー、抜く。で、まだ向こう湧いてくるから、あの数相手にできないんで、こっちからちょっと裏取りゴーサップで、1キル。で、見ていく。カモン。カーモン、ベイビー、アメリカ。ほっ！美味しい。逃げよう。リロードして、逃げて。味方が代わりしにくれたね。ちょっと R6 出すって。よいしょ。ここはしっかりと打開していきたい。味方大丈夫それ。死んでるよ。ファー！待って待って、ゴーサップ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 。待って、やばそう！敵のちょっとビジョンパルスが強すぎたな、さっきの。タイミングバッチリだったね。待って、やばそう！腰打ち！まあこれがあるからやっぱりグラップラちょっと使いにくいっていうか、ね、対応できないところが難しいところですけども。はい。無事勝てたんで良かったと思います。とりあえずまあちょっと次の試合、もうちょっと違うロビーでやっていきましょうか。それでは次、グラップル以外の、キャラクターでちょっとゴーサップを使っていこうかなということで、こちらのビジョンパルス先輩使っていきましょうか。こちらのキャラクター、センサーグレネードじゃないわ、センサーなんとかみたいなやつを、まあ、ポンって出したりだとか、まあ、前作にも登場したビジョンパルスですね。まあ、ああいったのが、こちらのキャラクター使えるということで、まあ、裏取りした時にもめちゃめちゃ綺麗に刺さるんですよね。とりあえず、まあ、最初は溜まるまではセンターうまいこと味方に貢献したいんで、ここイラあたりに耐えておきたいです。オッケー。これでセンターバッチリですね。はい。多分左展開してるっぽいんだよね。右いたね、これ。やばそう。大丈夫？右なんか通過してるだけか。待って、二人ぐらいいる。こういう時はしっかりと裏取りでやっていきたいんだけど、味方がダブルキルしてる。いた。待って、投げもナインバンカー。これきつい、これきつい。いや、きつい！ナインバンカーあれ結構鬱陶しいよね。いる。それ多分抜けないかな。あ、抜けたわ。ラピファ系のやっぱ強いわ。さあさあ、とりあえずこっちの方から回って、裏取りさせていただきたいんですが、こっちいない。いる。腰打ちからするぞ。ナイス。で、多分これで多分敵のキルがまだ気づかれてないんで。いる。やばそう。大丈夫これ。わー、誘致か。裏取りできてもやっぱりそのままキル持っていけないときついんで、やっぱりこうサプレッサー SMG ですよね。王道は。サプレッサー SMG が一番こう、軌道として乗りやすい流れだと思うんですけども。さあ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 、いたね。こんにちは。かわせ。ほっ、オッケー、1キル。で、リロードして、左いそう。こんにちは。オッケー、いいエイム。待って、2人目。うわー、腰強い。強いけども。俺の立ち回りじゃないこれ。私の立ち回りではない。ちょっと待って、ここら辺怖いから出しておいて。やっぱいるね、周り。リスポン判定してるんで、これセンターのここいらないから見ていきましょうか。ほら、来る。顔出した。で、手前にいるんで、これ腰打ちで持っていきながら、もう一人いるでしょう。そこ、オッケー、美味しい。9発だけでしっかりと1体持っていけたんで、でかいんですけども、2人目も持っていけるんですね。お疲れ様です。そしてセントリーガンをここいらあたりで展開していきます。頑張れ、セントリーガンとは。で、UAV も出して、ここちょっと守りたいんで、守りましょうか。セントリーガン頑張れ。頑張れセントリー。やばそう。大丈夫それ。カバーする。で、センターもいるから。どこ行った？いたね。ナインバンカー投げる前に殺したかったー。さあさあ、とりあえず、ヘルストームも出たんで、一掃していきましょう、ヘルストームで。はーパー !1 キル。いいね。なんか、あんまりちょっとコンセプトとずれた感じの立ち回りしちゃってるけど、これだったら最初からサプレッサーなんていらないんじゃないか。普通になんか SMG でガンガン取った方が良さそう。もうなんかサプレッサーいらないね。ゴーストでなんか裏取りすりゃなんか全然刺さりそう。これ一回こっちから行って経由しながら右クリアリング。いない。どこ行ったんだろう。このままちょっと倉庫からあっちの方突っていきたいんですけども、いるね。味方ごめん、カバー遅れた。いやー助かってよかった味方。待って、それカバーするよ。ほっ、腰打ち。オッケー。でエイジャックスダウンさせて、リスポーンが多分判定してるんで、いい。待って、右いたの。いやーちょっとこれは UAV なかったらきつかったっすね。てかこのゲーム結構 UAV とかリーコン系が本当に強いんで、こういう形で出して、あとは決め打ちさえすれば簡単にキルが誰でも取れるんで、そこら辺が結構でかいのかなと。ビジョンパルソンライン、いるいるいる、右いる、めっちゃいる、めっちゃいる。ダブルキル美味しい。からのトリプルキル目。おい、ビジョンパルス映ってー。ちょっと映るタイミングがちょっとね、継続的な感じじゃなくてスワイプ上で表示されるんで、そこら辺がちょっと難しいというか、たまにミスってところですけども、めちゃめちゃ強いんでね、ビジョンパルスは。本当にあれあればゴーサップなんか目じゃないっていう、逆にこうゴーサップ対策の装備ですよね。はい、こんにちは。さあ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 、しっかりと私フラジャケもつけてるんでね、凶悪ゴーストサプレッサージャケットっていう。はい、
なかなかやってはいけないような領域のことなんですけども、ナイス味方カバー。やーばいって味方それ。さあさあ、ちょっと待てよ。味方これカバーさせていただいて。うわー、ちょっと待って、壊す。このまま SMG で裏取りさせていただきます。ちょっと待ってよ。いる？敵。いたね。こんにちは。ごちそうさまでした。さあ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 、それでは、ここいらたにスポンと耐えて。あー、いるね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 。がっつりいるね。待って、左いる。待って、それは見てなかった。ごめんなさい。来るんだけども、その前に先に裏取りしたい。初手裏取り。よいしょ。だから結構ね、このゲームやっぱ硬いんで、ヘッドショットを狙うのが上手くなってくるんですよ。すんなりとね、パンパンパンって裏取りした時に、ヘッドショット狙えるんで、そこが結構強みなのかなと思っておりますが、やばそう、逃げたい。さあ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 、その奥詰めて、左いるね。左ちょっと一回無視しよっか。無視しながら、ここから、こんにちは。で、これ右いるけども、これもちょっと無視して、左のこいつをさばきたい。よいしょ。ということで、まぁ、ちょっとゴーストサプレッサーらしい立ち回りではないんですけども、まぁ、非常にいい感じで立ち回れたんで、よかったんじゃないでしょうか。見てください、このキルカム1キル。で、腰打ち2キル目からの、この9発残った弾、ワンマガジンで3人抜き。いいっすね。ということで、毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。